多くの雲は危害がないが、雲恐怖症を持つ人は、雲の側にいると、パニックに陥ったり、不安になったりすることがある。場合によっては雲に似たものでもパニック発作を起こす、ことがある。上の絵には小さなマファット上道用に登場する、主人公が雲に驚いて怯えている場面が描かれている。雲恐怖症とは、単一恐怖であり、雲に対する異常な恐怖感を抱くことを指す。 確実的には英名である荒くのフォビアと呼ばれることが多いが正式な診断名ではない。なお、このページには上の絵の他には雲の写真やイラストは掲載されていない。多くの場合、雲恐怖症を持つ人の雲に対する反応は他人には理解しがたい。場合によっては雲恐怖症を持つ本人にもその反応は理解できない。雲恐怖症を持つ人は 雲がいそうな場所にいたり、目に見える雲の存在を見るだけで落ち着かなくなる。さらに、雲を見るとそのパニック発作が収まるまでその周囲に近寄らなくなることもある。雲、時には雲の巣の存在そのものへの恐怖であり、生態の代償と恐怖の度合いは比例しない。そのため、雲は人間にとっての害虫を退治してくれる存在で、 あるから恐れる必要はないなどのアドバイスは当人にとっては的の外れたものと言える。雲恐怖症、兵士を恐怖症、蛇やネズミに対する恐怖症がなぜ進化の過程で生まれたのかについてはっきりとしたことはわかっていない。進化心理学によると毒蜘蛛の存在から雲に対する恐怖に発展したり、雲に対する恐怖が生まれやすくなったという。 雲に対する恐怖の度合いは人により様々で強い恐怖を抱く人は恐怖症を伴いやすいとされる。雲は比較的小さいため生態の大きさという観点から見れば普通恐怖とされる基準には当てはまらない。しかし毒雲の中には命を奪うほどの毒を持っている種類も存在する。雲恐怖症の人は自分が噛まれないように周囲に雲がいないことを注意。 深く確認する。従って、雲恐怖症を持つ人はそうでない人と比べ、生存の可能性は高いと言えるだろう。しかし、この進化心理学の学説は、雲に対する恐怖とホモサピエンスの時代に存在した危険な動物に対する恐怖とを比較したときに、雲恐怖症の人が雲に対して抱く恐怖の方が、はるかに強いため、論拠としては弱いものである。 ありがとうございます。